はい、気ままな親父の趣味チャンネルです。このチャンネルでは北海道の北部の情報を中心に紹介していこうと思っております。今回の動画は志別にある手打ちそばが人気のお店についてです。皆さん、志別で何食べたいですか？志別は国産サフォークを食べるお店もあると思いますが、駅前にそばが美味しいお店もあるんですよ。そんな志別にある人気のそば屋、たぬき屋食堂を紹介したいと思います。最後までご視聴いただければ幸いです。場所は JR 志別駅の真ん前にあります。駐車場はお店の後ろにありました。営業時間は11時から14時と17時から19時です。芸能人やスポーツ選手のサインもたくさんありました。その中にはプロ野球の松坂選手の写真もありました。お店の中の様子です。手前に座敷、あとはテーブル席がありました。店内には漫画も置いてありましたし、地元の川柳界の川柳を見ることができます。このお店は禁煙になります。メニューになります。そば以外にはうどん、丼物、ラーメン、定食などたくさんのメニューがありました。その中ではそばに小鉢などのおかず、ライスがつくそば定食が人気があります。そばのメニューになります。私はいつも天ざるそば税込み950円の大盛りを注文しております。こちらのそばは旭川市江丹別産のそばを使用していまして、このお店で手打ちしております。食べた感じですが、麺にコシがあって喉越しが良かったです。今回は大盛りでしたが、普通盛りでも満足できるボリュームだと思います。また天ぷらもサクサクで本当に美味しかったです。丼物やそば、弁当などがテイクアウトできるようです。支払いですが、こちらのお店はクレジットカードが使えませんので現金のみになります。これで今回の動画は以上になります。今回の動画はいかがでしたか？手打ちそばのお店たぬき屋食堂は志別で美味しい手打ちそばを食べることができるお店です。志別で美味しいそばが食べたいと思った際にぜひ訪れていただければと思います。今後も北海道の北部の情報を中心に紹介してまいりますので、チャンネル登録よろしくお願いします。